参考ビルは、埼玉県区市区喜中を4丁目に所在する、参考商事が運営する、ショッピングセンター、食堂街、雑居ビルである。1974年6月開業。埼玉県道153号さって区喜線沿いに立地する、伊東洋華道久喜店と専門店街、テラレス、また、第1ビルは、埼玉県区市周辺では、 初の総合スーパーである、伊東洋華堂の開店より数年後、結婚式場の参考サロンがオープンし、その後第3ビルがオープン。1995年12月1日に、第1ビルである伊東洋華堂の増唱工事が完成。第2ビルは2007年11月に結婚式場から宴会場へ転換し、2009年11月27日にテラレスがオープンした。 テラレス1階のフードテラスは開店当初は、ファーストフード5店舗の集合客席でスタートし、2012年時点で、フードテラスの区画は2店舗が入居している。証券は、久喜市内のほか、周辺市町まで広がっている。第1ビルと第2ビルは、屋根で直結されている。第3ビルと第1ビルは、市道を挟んで隣接している。なお、第1ビルは建設後、増築された。 出店テナントの詳細は、伊藤洋華堂公式サイト、専門店街のご紹介及び参考専門展開、公式サイトをフロア構成に、第1ビルのテナント一覧、2012年8月28日、現在各店舗は、伊藤洋華堂区記店である。1階は、食料品売り場を中心に、名店、ファーストフードのテナントが入居する。 物産展などの祭事も、当フロアで行われる。2階は主に婦人服、婦人靴、服飾小物、の、化粧品などの売り場で構成されている。またテナントもアクセサリーショップ、婦人服、婦人靴などのテナントが、健康関係のテナントでは、コンタクトレンズ専門店が出展している。3階は、スポーツ用品、子供服、ベビー用品、紳士服の売り場で構成されている。 子供服の売り場が立地されている関係で、子供向け写真館やや子供英会話教室といった子育て支援のテナントが立地している。4階はパジャマ、エプロンインテリア、家庭用品、寝具、ダイニングカタログギフト、文具、玩具、携帯電話などの売り場で構成されている。専門店は時計専門店、100円ショップなど暮らし関連のテナントで構成されている。 5階は保険営業所や旅行代理店、美容室、生態や医療機関などのサービス関係のテナント、飲食店が立地する。第2ビル第2ビルは飲食店街、テラレスである。1階のカフェとカレーショップ、ラーメン店は屋外にも座席がある、オープンテラスになっている。4階、5階は宴会場になっており、以前は結婚式場だった。 第3ビル第3ビルは携帯電話ショップ、医療機関、学習塾が入居する雑居ビルになっている。第1ビルから直線で150メートル離れた敷地に2007年5月に開業したスポーツクラブが入居する第5ビルが立地する。サッテク基線に立地していることを利用して店舗北側周辺は量販店、飲食店を中心に商業施設が多数立地している。 第一ビル西側隣には2011年3月7日に再刊システム運営の葬儀場プリエックキがオープンした。この建設については近隣住民から反対意見が出されていた。ありがとうございます。